習、思ったより早く終わりそうだな。残りの単語も急いで覚えちゃおう。あ、この単語、いろんな意味があるんだ。どういう風に使い分けるんだろう。ちょっと調べてみようかな。あ、チョコレートの広告だ。そっか、もうすぐバレンタインだもんね。忙しくて全然考えられてなかったけど、今年もみんなにチョコ渡したいな。甘いもの食べたら練習の息抜きになるかもしれないし。あ、このウサギのチョコ、しほちゃんが好きそう。こっちのお花のチョコはみのりちゃんが喜びそうかも。あー、このチョコレートボンボンおしゃれだな。それにすごく美味しそう。ブランドはクロレショコラって言うんだ。あれ、どこかで聞いたことがあるような。あ、ねえ見て、コハネ、この記事に載ってるチョコすごくない？え、これチョコレートなの？メイクパレットみたいだね。そうなの、チョコとコスメのブランドがコラボして作ったんだって。あ、本当だ。チョコブランドクロレショコラとコスメブランドゴローレミーのコラボって書いてある。こっちはリップの中身がチョコになってるんだ。かわいいね。でしょでしょ、こういうのってあんまり興味なかったけど、これは可愛いなって思ったんだよね。しかもここのチョコ美味しいって有名らしいんだ。一回食べてみたいな。あ、でもこんな可愛かったらもったいなくて飾っちゃうかも。クロレショコラってあの時アンちゃんが話してたチョコブランドだ。まだコラボチョコ売ってるかな。ホームページは、あ、もう完売しちゃってる。そっか、有名なブランドのコラボみたいだし、欲しい人はたくさんいるよね。もっと早く調べてればよかった。残念だけど、他のチョコを探すしかないかな。よし、今日も練習頑張ろう。でもまだ待ち合わせには早いから、今日出るイベントについて調べておこうかな。間違いじゃないよね。クロレショコラのコラボチョコがもらえるって。調べてみよう。あ、これだ。本当にコラボチョコとコスメがコンテストの商品になってる。じゃあこれで入賞すればアンちゃんにあのチョコを渡せるんだ。帰ったらもっと詳しく見てみよう。コンテストのルールは、参加者はコローレミーのコスメを使ってメイクし、写真を撮って専用サイトにアップしてください。順位は一般投票で決まります。上位入賞者には豪華賞品をプレゼントか。メイクして自分の写真をサイトに。それはちょっと恥ずかしいな。それにメイクってほとんどやったことないし、
写真を撮るのは好きだけど、自分の写真は。ううん、メイク道具は持ってないから、写真だけでもちょっと練習してみようかな。一眼レフを使ってもいいけど、近い距離で自撮りするならスマホの方がやりやすいかも。人差し指と小指でスマホを持って、親指でシャッターを。あれ、押そうとすると手元がブレちゃう。指がつりそう。シャッターを押すのに集中しすぎて全然カメラ目線になってないや。次はちゃんとカメラを見て。今度はカメラは見れてるけど表情が硬いな。笑顔、笑顔。すごく引きずっちゃってる。でも、あんちゃんのために頑張らないと。そうだ、次はタイマーを使って撮ってみよう。はあ、角度をつけてみたりポーズを撮ってみたりしたけど、やっぱりうまくいかないな。なかなかカメラに目線を合わせられないし、笑顔もぎこちない。やっぱり私には難しいのかな。こんにちは。いらっしゃい、コバメちゃん。練習お疲れ様。今日はすごく根詰めてたみたいね。はい、気になるところを練習してたらいつの間にか時間が経っちゃってて。それじゃあ、疲れを癒すのにぴったりの新作ドリンクがあるんだけど、よかったら試してみない？あ、いいんですか？メイコ、やってる？何言ってるの？この時間はいつもやってるでしょ？そうじゃなくて、あれだよあれ。新作ドリンク。え？どうして知ってるの？新作のこと、まだ話してなかったはずだけど。メイコ、最近いろいろ試してるみたいだったからさ、そろそろ完成してるかなって思って。たまたま登録も来てたから、一緒に様子見に来たんだ。そういうことね。まったく、こういう花はいいんだから。はい、新ドリンクのチョコレートスペシャルよ。わー、美味しそう。クリームとチョコチップのトッピングも可愛いな。トーラくんもな、甘さ控えめにしてあるからね。ありがとうございます。カカオのいい香りがしてとても落ち着きますね。もうすぐバレンタインだから、チョコレートを使ったコーヒーにしてみたの。あ、あんちゃんへのチョコ、結局どうするか決められてないな。バレンタイン、もうそんな時期なんですね。美味しいものが増える時期だよね。この新作ドリンクも最高。はいはい、喜んでもらえてよかったわ。そうだ、コバメちゃんは今年もみんなにチョコを渡すの？はい、そのつもりです。あんちゃんたちと友達と世界のみんなと。僕たちにもくれるの？楽しみだな。チョコはもうどんなのか決まってたりするの？はい、みんなの分はもう選び終わってます。でも、
あずさは？何かあったの？あ、実は。なるほど。あんちゃんに送りたいチョコが、フォトコンテストの商品になってるんだね。クロレショコラか。そこのチョコレートはとても美味しいらしいな。前にアキトが話していた。それにこれすっごく可愛いね。あんちゃんにあげたくなるのわかるな。はい。でも試しに自分で写真を撮ってみたんですけど、うまくできなくて。そうなのか。あずさわは写真を撮るのが得意だと思っていたが。誰かを撮るのは好きなんだけど、撮られる側になるのはちょっと苦手なんだ。そうだったのか。うん。だから私には難しいのかなって思っちゃって。ねえ、小金ちゃん、それってさ、自分の写真じゃないとダメなの？え？あ、自撮りをアップしてる人が多かったけど、そういう決まりはなかったと思います。じゃあ、誰かにモデルになってもらえばいいんじゃない？そうすれば、小金ちゃんは写真を撮るのに専念できるし。確かに、その方が小金ちゃんの特技を活かせていいかもね。でも、モデルなんてそう簡単に見つかるかしら。そうだ、トーラ君にお願いすればいいんじゃない？え？俺ですか？いいね、トーラ君かっこいいし写真映えしそうでしょ。モデルをする機会なんてなかなかないから、いい経験になるかもしれないし。あずさわの力になりたいとは思うが、メイクはしたことがないし、写真を撮られるのも慣れていないからな。俺に務まるだろうか。わ、私は青柳くんが協力してくれたら、すごく嬉しいなって思うよ。メイクは、私も慣れてないけど、青柳くんに似合うメイクができるように勉強してみる。だから、お願いできないかな。そうか。あずさわがそう言ってくれるのなら、協力しよう。ありがとう、青柳くん。でも、本当にいいの？あ。代わりと言ってはなんだが、よければ商品のチョコレートを少し譲ってもらえないだろうか。アキトがまた食べたいと言っていたのを思い出してな。あ、うん。じゃあ入賞したら看板商品のチョコレートボンボンももらえるみたいだから、そっちは東雲くんにプレゼントしよう。おお、チーム結成だね。頑張ってね、二人とも。メイクはあんまりしたことがないし、不安もあるけど、協力してくれる青柳くんのためにも、あんちゃんと東雲くんに美味しいチョコをプレゼントできるように全力で頑張ろう。撮影はいつがいいだろうか。投稿の締め切りにもよるだろうが。締め切りは来週の土曜日みたい。でもメイクとか撮影場所とかいろいろ考えなくちゃいけないことはあるし、来週は練習がないの土曜日だけだから。ギリギリになってしまうが、締め切り当日に撮影するしかなさそうだな。では俺もいろいろと調べておこう。うん、一緒に頑張ろうね。注文完了っと。このチョコまだ残っててよかった。
自分でも食べてみたいって思ってたやつだし。それにしても水木ってば、いきなり世界でバレンタインパーティーしたいって言い出すなんて。ま、いろんなチョコが食べれるのは嬉しいし、ネットで買えちゃったからいいけど。それにしても…コローレミーとクロレショコラのコラボコスメ、欲しかったな。競争率高いとは思ってたけど、あそこまで瞬殺なんて。チョコレート柄のアイシャドウとか、ハート型のチークとか、絶対映えたのに。フォトコンテスト？メイクをして、え、下地、ファンデーション、コンシーラー、ベースメイクだけでもこんなにやることがあるんだ。休み時間で勉強しようと思ったけど結構大変そうだな。でもせっかく青柳くんが協力してくれるんだし、撮影までに一つずつ覚えていこう。小羽根、今大丈夫？え？はるかちゃん？どうしたの？急にごめんね。借りてたノートを返しに来たんだ。あ、そっか。わざわざありがとう。ううん、こちらこそ。すごく綺麗にまとめられてて助かったよ。おかげで仕事で出られなかった授業の分も挽回できそう。よかった。そういえばさっきすごく真剣に読んでたのってメイク雑誌？あ、これはごめん、小羽根いつもはメイクしてないからちょっと意外で。ううん、大丈夫だよ。そのちょっと事情があって、ちゃんとメイクできるようになりたくて。そっか、そのフォトコンテストに応募するためにメイクの勉強をしてたんだね。うん、私が青柳くんにメイクすることになったんだけど、揃えるものも多いし塗るのも難しそうだから、ちゃんとできるかちょっと不安なんだ。そうだったんだ。でもあんちゃんたちのために、それに手伝ってくれる青柳くんのためにも頑張って勉強しなきゃ。そのコンテスト、よかったら手伝おうか？え？メイクなら昔スタイリストさんに習ったから教えられると思うよ。それにポージングも撮影のために勉強してるから、ちょっとはアドバイスできると思うしね。え？すっごく心強いけど、でもいいの？お仕事で忙しいんだ。さっき小羽根、土曜日に写真を撮るって言ってたよね。その日はちょうどオフだから大丈夫だよ。最近マネージャーがついてくれたおかげでスケジュールに少し余裕が出てきたんだ。そうなんだ。あ、じゃあお願いしてもいいかな？ごめんね、せっかくのお休みなのに。いいよ、小羽根にはこんな風にノート貸してもらったり、いつも助けてもらってるから、たまにはお返しさせて。はるかちゃん、協力してもらう分、私ももっと頑張るね。
よ。小羽根、それと青柳くんでしたっけ。はい、お久しぶりです。俺はモデルに関しては全く経験がないので、桐谷さんが来てくれてとても心強いです。今日はよろしくお願いします。こちらこそ、力になれるように頑張りますね。それじゃあ、まずはコンテストについておさらいさせてもらってもいいかな。そうだな、俺も確認しておきたい。うん、今サイトの説明を読むね。参加者はコローレミーのコスメでメイクを施した写真を専用サイトに投稿してください。あ、他の会社のコスメも使っていいみたいだけど、アイシャドウとかリップは必ずコローレミーのを使わないといけないんだって。なるほどね。そのあたりは後でコスメを選ぶときに詳しく確認しようか。うん、じゃあ続きを読むね。メイクのテーマはバレンタインです。バレンタイン、メイクでバレンタインを表現するということか。多分いわゆるバレンタインメイクをしてくださいってことだと思います。ビターチョコをイメージしたちょっと大人っぽいメイクとか、甘さを意識したピンク系のメイクが多いかな。どんな雰囲気でまとめるかは後で実際にコスメを見ながら考えようか。さすがプロの方だな、頼りになります。メイクのプロってわけじゃないから基礎的なことしか言えないですけどね。それで小羽根、さっきの続きは？あ、写真は3枚まで投稿でき、最終的な順位はいいねの合計数で決まります。投票者がいいねを押せるのは5回までですが、もっといいなと思う写真が見つかれば押し直すこともできます。だって、うん、こういったものは早く写真を投稿した方が有利になると思っていたが、投票し直せるルールなら時間をかけてでもクオリティの高い写真を撮った方が良さそうだな。そうですね、焦らずに時間をたっぷり使っていきましょう。締め切りはいつなんだっけ？写真投稿の締め切りが今日の17時で、投票の締め切りが21時だよ。その時点でのいいねの獲得数で順位が決まるんだって。なるほど、では今日中に結果が出るんだな。うん、入賞は10位までだから頑張ろう。それじゃあ時間もないし早速始めようか。まずはコスメを揃えないとね。ここの化粧品フロアは男女兼用のパウダールームもあるから、そこでメイクまで終わらせちゃおう。うん、コローレミーのコスメはこの辺かな。あ、これはすごいな。どうしたの青柳くん。あ、いや、遠目には見たことがあったが、実際にこういった場所に入るのは初めてで驚いてしまった。化粧品には本当にいろいろな種類があるんだな。ペンのような形のものだけでかなりのバリエーションがあるようだが、なぜこんなに。確かに最初はびっくりしますよね。実はこれ、見た目は似てるけどそれぞれ使い方が違うんです。眉毛を描く用だったり、アイラインを引く用だったり、あとはリキッドとかジェルとか、素材によって描き心地が違ったりもするんですけど、そのあたりは選びながら説明しますね。なるほど。あ、はるかちゃん、このアイシャドウパレット
バレンタイン限定の色みたいだよ。ほんとだ、チョコレートみたいな色で可愛いな。バレンタインメイクにはぴったりだし、今回はこれを使ってみようか。ブラウン系とオレンジ系の2色があるのか。しかし、どうやって選べば。そうだね、青柳くんはクールな印象があるから、ブラウン系でビターチョコレートっぽい雰囲気にまとめるといいかもしれないですね。肌色的にも落ち着いた色の方が似合いそうですし。肌の色、そういったことまで考える必要があるのか。やはりお詳しいですね。仕事柄勉強しているので役に立ってよかったです。それじゃあ残りのコスメも選ぼうか。必要なものは全部変えてるかな。うん、じゃあ早速メイクしていこう。すみません、それなんですが、もしよければ自分でやらせてもらってもいいですか。うん、うまくできるかは分かりませんが、こういう経験は初めてですし、できればやってみたいなと。もちろんいいですよ。じゃあ私がお手本を見せるので真似してやってみてください。はい、よろしくお願いします。アイシャドウ、綺麗なグラデーションになってますね。本当ですか、よかったです。すごい、アイシャドウを入れるだけでもこんなに印象が変わるんだ。影が入ると立体感が出て目元がはっきりするからね。アイラインを引くともっとメリハリがつくと思うよ。アイライン、確かまつげの生え際や目尻に線を引くんでしたね。俺にできるだろうか。ジェルタイプのペンは失敗しにくいので、そんなに身構えなくても大丈夫ですよ。簡単な引き方もあって。最後にブラシで取ったリップを薄く塗って完成です。はい。これでどうでしょうか。うん、いい感じですね。できた。お疲れ様、青柳くん。ああ、メイクとは想像以上に神経を使うんだな。細かい作業も多いですからね。でも初めてなのにすごく綺麗に仕上がってると思いますよ。桐谷さんが教えてくれたおかげです。本当にありがとうございました。どういたしまして。それじゃあ次はいよいよ撮影だね。うん、はるかちゃんすごいな。バレンタインっていうテーマに合ってるだけじゃなくて、青柳くんに似合ってるメイクを考えてくれて、それに青柳くんのメイクもすごく完成度が高く仕上がってる。二人が頑張ってくれた分、私もいい写真を撮れるように頑張ろう。撮影場所はあずさわが考えてくれているんだったな。うん、いくつか候補があるんだけど、このメイクに合わせるなら。ここが最初の撮影場所か。なんだか普通の道に見えるけど、どうしてここにしたの？今回の青柳くんのメイクはビターチョコをイメージしたクールで落ち着いた感じのメイクだよね。だからその大人っぽいかっこよさが強調されるように撮りたいなって思ってるんだ。大人っぽいかっこよさか。
この路地は落ち着いた雰囲気があるからイメージ通りの写真を撮れると思って。それにこの時間だと、あそこ、あの壁に光が当たってすごくおしゃれなんだ。なるほど、さすが、あずさわはよく考えているな。ありがとう。コンセプトもいいね。サイトを見た感じ、可愛らしさをアピールしてる写真が多かったから差別化できそう。ではポーズも大人っぽいかっこよさを表現できるものにした方が良さそうだな。雑誌で見たものなんだが、こんな感じでどうだろうか。あ、私はいいと思うな。なんとなく余裕を感じられるっていうか。うん、路地の雰囲気にも合ってる。ただもう少しメイクに視線を誘導できるポーズにした方がいいかもしれません。例えば顔の近く、口元に手を添えてみるとか。口元となると、あ、すごい、ちょっと手を添えただけなのに自然と顔に目が行くようになったよ。本当か、よかった。ポーズはバッチリだし、あとはカメラマンにお任せかな。そうだね。じゃあ撮るよ。光はメイクが見えるように正面から当てた方がいいかな。あ、でもサイドから当てて片側だけはっきり見えるようにしてもいいかも。影がかかって雰囲気が出てるし、このアングルで行こう。構図は一旦青柳くんが中央に来るように。うん、メイクに目が行きやすいし良さそうだな。次は背景をボケさせて、あ、全体が柔らかい印象になりすぎちゃったかも。かっこよさを出すならもう少しはっきりめに撮ろう。うん、イメージ通りに撮れた。青柳くん、チェックするからちょっと待ってて。わかった。小羽根、なんだかかっこいいね。カメラマンさんみたいでびっくりしちゃった。さっき細かく調節してたのってどんな意味があるの？レンズに入る光の量を調整して背景にボケを入れてたんだ。さっきは2枚目と3枚目に入れてみたんだけど、こんな風にボケ具合も変えられるんだよ。本当だ、カメラすごく詳しいんだね。お父さんが好きだから、その影響で。じゃあ次は別の角度から撮ってみようかな。青柳くん、こっちに目線をもらってもいい？あ、うん、簡単にだけどレタッチ終わったよ。これはすごいな。全体が鮮やかな色になっている。うん、加工前よりパキッとしててコンセプト通り大人っぽいかっこよさがよく出てるって思うよ。よかった。それじゃあ早速写真をサイトに投稿してみるね。どんな反応が来るか楽しみだな。この抹茶パフェ、白玉が猫の顔になってるじゃない。私のあんみつはうさぎさんの白玉が乗ってるわ。とっても可愛いわね。でしょ、二人ともこういうの好きそうだから一緒に来たかったんだよね。
今日は誘ってくれてありがとうね、エナ。それじゃ、早速いただきましょうか。あ、ちょっと待って。こんなに映えるんだから、食べる前に写真を。あ、フォトコンテストのサイト、開きっぱなしだった。今の順位は10位か。ギリギリだけど入賞できそうじゃん。あら、なんだか機嫌良さそうじゃない。何かいいことでもあったの。まあちょっとね。実は今バレンタインフォトコンテストっていうのに参加してるんだ。フォトコンテスト？そう、このサイトにメイクした写真をアップしていいねの数で順位を競うの。商品のコスメが欲しかったから試しに1枚アップしてみたんだけど、それが思ったより伸びてて。すごいじゃない。その写真見てもいい？うん、これなんだけど。まあ、とっても可愛いわね。さすが、表情作るのうまいわね。メイクも似合ってるし、特にこのピンクブラウンのリップとかエナにぴったりだわ。ありがとう。私もこの写真まあまあ気に入ってるんだ。あら、この写真の上に書いてある数字は何かしら。それは今の順位。10位までに入ると商品をもらえるの。3枚まで投稿できるから構図とかこだわればもっと上に行けそうだけど、今のままでも入賞できそうだし、このくらいでいいかなって。なるほどね。あら、でもエナの写真11位になってるわよ。え、嘘。本当だ、さっき見た時は10位だったのに。一体どんな写真に抜かされて。あ、ちょっとどうしたのよ。見てこの写真。う、これってもしかしてトーヤくん。まあ本当ね。しかも10位って。っていうか、なんでトーヤくんが参加してるわけ。事情はわからないけど、これは上位に入るのも納得ね。トーヤくんに似合うメイクができてるし、写真の角度や光源にもこだわりを感じるわ。ポージングもとっても上手よね。どこを一番見てほしいのかちゃんと考えられている感じがするし。確かに、びっくりしてちゃんと見れてなかったけど、かなりクオリティ高いかも。でも、トーヤくんがこういうの得意なんて聞いたことないし、プロに頼んでるとか？わからないけど、このままじゃ10位に入るのは。そうだ、入賞できなくなっちゃう。商品のコラボコスメ、可愛いし映えそうだから欲しかったのに。ねえ、エナ、まさかここで終わるつもりじゃないわよね。負けっぱなしなんてあんたらしくないじゃない。当然、本気出せば私だってもっと伸びる写真撮れるんだから。トーヤくんよりいい写真撮って絶対商品は手に入れてやる。そう来なくちゃ。それじゃ私も協力するわ。え、アイリが？ええ、親友のピンチは見逃せないもの。それに、いい写真を見てアイドル魂に火がついちゃったわ。私も協力させてほしいわ。ポージングのことなら少しはアドバイスできると思うから。二人とも、ありがとう。そうと決まれば、早速作戦会議よ。まずはメイクね。あ、テーマはバレンタインだから甘い感じがいいかも。新色のモーブピンクのリップ使ったり。いいわね、リップがその色ならアイシャドウは。
き投稿した写真10位になってる。それにみんなコメントでかっこいいって褒めてくれてるね。なんだかくすぐったい気もするが、あずさわや桐谷さんのおかげだな。みんなで協力した成果が出てよかったですね。でもここまで伸びるなんて思わなかったな。投票してくれた人が SNS でも感想をシェアしてくれてるから、それもあって伸びてるみたい。この調子なら入賞できるかも。だが最終日だからか駆け込みの投稿が増えていて、順位の変動が激しい。できればもう少し上位に入りたいな。そうですね。納得いくものが取れたら2枚目も投稿してみよう。うん、ここには写真映えしそうな場所がたくさんあるから、いろいろ試して。ねえ、この体勢きつすぎない？足プルプルしてきちゃったんだけど。クッキー椅子みたいになってるものね。もうちょっと耐えて。な、今ちょうど顔に木漏れ日がかかっていい感じだから。わかったから早くして。じゃあ撮るわよ。ん、この声、アイリ、しずく。え、エナさん、なんでここに。うわあ、ちょっとエナ大丈夫？うん、びっくりしたらバランス崩しちゃって。じゃなくて、どうしてトウヤ君がここにいるの？それにあずさわさんと桐谷さんまで。その服装にカメラ、もしかしてフォトコンテスト用の写真を撮ってたの？どうしてフォトコンテストのことを。実は私たちも参加してるのよ。そうだったの？トウヤ君の写真、やけにクオリティが高いと思ったらあんたがついてたのね、はるか。写真は小春ちゃんが撮ったのかしら。とっても上手でびっくりしたわ。ありがとうございます。でも次は負けないから。え？実はもともとアップしてた写真、トウヤ君に任されちゃったんだ。あ、すみません。エナさんも参加されてるとは知らず。別に謝ることじゃないってば。とにかくここからリベンジさせてもらうから。私たちもエナを全力でサポートするから、逃げれば許さないわよ。ライバル出現だね。手強そうだな。うん、でも私も負けません。お互い頑張ろうね。はい。ねえ、この花と一緒に撮ったら映えそうじゃない？あら、かわいいお花ね。エナちゃんにとっても似合いそう。でも地面の近くで咲いているから一緒に撮るのは難しいんじゃないかしら。そうね、座ってもうまく映えるように撮るのは難しそうだわ。じゃあ地面に寝っ転がって撮るのはどう？その手があったわね。撮影風景はちょっとあれだけど、写真が綺麗に写れば問題ないわ。やってみましょう。あ、横になった上から花びらを降らせたら幻想的な雰囲気になりそうじゃない？これすっごくいい。じゃあ落ちている花びらを集めましょう。あ、すまない、日光が眩しくて目をつぶってしまった。
この場所ちょっと日差しが強いですもんね。それなら反対を向いて撮ってみようか。反対を？太陽に背を向けるということか。助かるが、それでは逆光になってしまうのでは。逆光もうまく使えば雰囲気のある綺麗な写真になるんだ。こんな風に少しだけレンズに光を入れると、あ、すごい、髪や服に光が透けて綺麗だね。それに光と影のコントラストがしっかりしてるから、メリハリがあって目を引く写真になってる気がするな。うん、でも顔に影がかかりすぎちゃってるから、次は少しアングルを変えて。2枚目の写真あんまりいいねされてないね。そうだね。一枚目と同じくらいいい写真だと思ったけど、やっぱり投稿タイミングとか運もあるのかも。他の駆け込み投稿が増えているので、すぐ流されてしまうのも影響していそうですね。一枚目の写真も順位が落ちてきているし、最後の三枚目で挽回したいところだな。うん。あずさわさん、調子はどう？あ、皆さん、どうしたんですか？2枚目の写真をアップし終わったから、ちょっと様子を見に来たんだ。どうやら苦戦してるみたいね。まあ、そう簡単にはいかないよね。俺がもっとうまくポーズを取れればいいんですが。青柳くん、そのポーズにするならもう少し顎を引いた方が綺麗に見えると思うわ。ありがとうございます。こうですか？バッチリよ。ちょっとしずく、何敵に塩送ってんの？あ、そうよね、ごめんなさい。いえ、謝るのは俺の方です。すみません、桃井さん。俺が不甲斐ないばかりに、日の森さんにアドバイスをさせてしまい。もう、そんな空気出されたら何も言えなくなっちゃうじゃない。まったく、二人とも天然すぎない？あの、エナさんたちはどんな写真を撮ったんですか？ああ、今見せるからちょっと待ってね。こんな感じだよ。わあ、エナさん、かわいい。それに、画面いっぱいに花びらが舞ってて綺麗だな。ありがとう。まあ、ちょっと頑張ったしね。花びら集めたり、うちわで風起こしたりね。仰ぎながらブレないように撮るの、めちゃくちゃ大変だったわ。なるほど。この一枚のために様々な工夫をされたんですね。うん、すごいな。まあ表情とかポーズとかはプロのアイドルからしたら甘いって思うかもしれないけどね。そんなことないです。え？瞳が潤んでいるような表情作りや繊細な指の動き、守りたくなるような可愛さが伝わってきました。画面の向こうの人を意識した素敵な一枚だと思います。愛理から自撮りがうまいって聞いてましたけど、想像以上でした。さすがですね。眩しい。何これ、ちょっとドキドキしちゃったんだけど。うわ、
はるかはこれがデフォルトなのよ。ほんと恐ろしいわよね。うん、みのりちゃんが桐谷さんを推してる理由ちょっと分かったかも。あ、エナさんたちの写真すごい勢いで伸びてる。こんなに素敵な写真だし、たくさんいいねされるのもわかるな。でも2枚目の写真はもう抜かされちゃってるし、このままだと最初に投稿した写真も。大丈夫、まだ最後のチャンスが。3枚目がある。これで絶対10位以内に入ろう。入賞してあんちゃんたちに商品のチョコを食べてもらうんだ。そのためにはエナさんたちに負けないくらいいい写真を撮らないと。私たちもまだまだ負けていられないね。うん。あの、次はもっといい一枚を撮ります。エナさんたちにも負けません。そう来なくっちゃね。こっちも頑張ろう、アイリー、しずく。ええ。まだ試してないのは、あ、煽りの角度も見てみたいな。青柳くん、次は下の位置で構えるから見下ろす感じで目線をもらってもいい？わかった。うん、悪くはないんだけど。どうだ、あずさは。あ、綺麗に撮れたと思うよ。ちゃんと大人っぽくてかっこいい写真になってると思うし、でも2枚目はそれだけじゃダメだったから、もっといい写真にしなきゃって。確かに今までと違うことを試してみてもいいかもね。例えばアイリたちみたいに映え、一目でぐっと注目を引けるような写真にしてみるとか。映えか。そういえば目を引くような写真にしたいとは思ってたけど、エナさんたちみたいな絵作りまでは考えられてなかったの。じゃあ私たちも小物を使ってみるとか。でも何かいいアイデアがあるかっていうと。ちょっと休憩を入れようか。リフレッシュした方がいいアイデアが出るかもしれないし。あ、そうだね。ありがとう、はるかちゃん。では、俺は飲み物を買ってこよう。それなら、私も行こうかな。小羽は？私は大丈夫だよ。行ってらっしゃい。映えってどうすれば作れるんだろう。何かアイディアを出さないとは。でもつけ焼き場じゃエナさんたちにはかなわないだろうし、今から急いで試した方法で本当にもっといい写真になるのかな。はあ、リフレッシュしようって言ってもらったのにどうしても考えちゃうな。なんと、小羽ちゃん。え？ルカさん、カイトさん。急にごめんね。今日コンテストの写真を撮るって言ってたから、気になって見に来ちゃった。調子はどう？何か悩んでるみたいだったけど。
それなりにいい写真は撮れてると思うんですけど、どうしても入賞できるラインに届かなくて、だからもっといい写真を撮りたいんですけど、どうすればいいのかわからないんです。もっといい写真か。じゃあよかったら今までの写真見せてくれない？何かアドバイスできるかもしれないし。あ、はい、ぜひお願いします。こんな感じなんですけど。わー、トーラくんかっこいい。すっごく決まってるね。光の感じとかも綺麗だし。僕はこのままでも十分素敵な写真だと思うけどな。私も私も。でも小羽ちゃんはもっといい写真にしたいって思ってるんだのね。ねえ小羽ちゃん、小羽ちゃんが思ういい写真ってどんな写真なの？え？それがわかれば何かヒントが見つかるんじゃないかと思って。私が思ういい写真は、言葉にするの難しいな。構図とか光の使い方が上手い写真はよく参考にしてるけど、真似してもいい写真になるとは限らないし、そういうのを無視しててもいいなって感じる写真はたくさんあった。いい写真って何なんだろう。小羽ちゃん、そんなに難しく考えなくて大丈夫だよ。すみません、うまく言葉にできなくて。仕方ないよ。僕もいい歌ってどんな歌って聞かれてもパッとは答えられないし。あ、じゃあ小羽ちゃんがいい写真撮れたなって思った時のこと思い出してみたら。私が？あ、初めていい写真を撮れたって思ったのはフェニランの賞を撮った時かもしれません。フェニランって小羽ちゃんが大好きな遊園地だよね。はい、中学生の時だったんですけど、私その時初めてお父さんにもらったカメラで写真を撮ったんです。フェニランのショーはすっごくキラキラしてて胸がドキドキして、気づいたら夢中で写真を撮ってました。その写真はぼやけてたりブレてたりで全然上手じゃなかったんですけど、でもすごく気に入ってて今見てもいい写真だなって思うんです。へえ、それってなんでなの？それは、理由になるかわからないんですけど、あの写真を見てるとすごくワクワクするんです。キャストさんの眩しい笑顔とかキラキラした照明の光を見た時の気持ちを思い出して。そっか。じゃあその写真には、小羽ちゃんの感動がたくさん詰まってるんだね。あ、はい。きっとそうだと思います。でも、小羽ちゃんが撮る写真って、どれもそんな感じがするよね。見てるとワクワクするっていうか。え？そうですか？うん。この花堂々と咲いてて綺麗だなとか、猫の家族仲良しでほっこりするなとか、その景色を見て小羽ちゃんが何を感じたのか伝わってくる気がするんだ。だから私小羽ちゃんの写真大好きだし、いい写真だなって思うよ。ルカさん、嬉しいな。私が感じたことちゃんとルカさんにも伝わってたんだ。
あ、私が写真を撮るのは素敵なものを見た時の感動を残したいから。それでその感動を思い出したり誰かと共有したりできるから、こんなに写真が好きなんだ。じゃあ私にとってのいい写真は。ありがとうございます。おかげで私にとってのいい写真が分かった気がします。あ、本当に？はい。私、自分の心が動いた瞬間を残したいです。それで、その気持ちが見てる人にも伝わるような、そういう写真を撮りたいなって。それが、たくさんいいねをもらえる写真なのかは、わからないですけど。いいんじゃない？小金ちゃんらしい、いい写真が撮れるなら。うん。まずは自分がいい写真だなって思わないと、見てくれた人もそう思ってくれないだろうし。でも、そうなると、小羽ちゃんがいいなって感じる桃也くんの瞬間を撮るってことになるよね。それって、どんな桃也くんなんだろう。あ、何か思いついた？笑ってるところはどうかなって。笑ってるところ？はい。青柳くんってチームを組んだばかりの頃はあまり表情が変わらなかったんです。でも一緒にいるうちに少しずつ表情が柔らかくなって笑うことも増えてきて、そんな青柳くんを見てたら仲間として心を許してくれてるのかなって少し嬉しくなったのを思い出したんです。だからそういうあったかい気持ちが見てくれた人にも伝わるような写真にしたいなって思って。いいね。すっごく素敵な写真になりそう。じゃあ最後は桃也くんの笑顔の写真で決まりかな。笑ってる青柳くんを撮って、今日で一番いい写真にしてみせます。青柳くんの笑顔を撮りたい、か。うん、いいと思う。これまでとは違う魅力を引き出せるかもしれないし。あずさわがいい写真になると考えているなら、俺も異論はない。ありがとう。時間もないし、これがラストチャンスになると思うから、集中して頑張ろう。あ、しかし、うまく笑えるだろうか。あまり意識して笑ったことがないのだが。急に笑ってって言われても困っちゃうよね。私もそういうの苦手だから気持ちはわかるよ。でも、なるべく自然な青柳くんを撮りたいなって思ってるんだ。だからリラックスしてほしいな。リラックス。わかった。ひとまずやってみよう。じゃあ夕日がすごく綺麗に差してるから、光が入るようにこの辺りに立ってもらえる？こうか。うん。そのまま笑ってみてくれないかな。あ、これでどうだろうか。さっきまでとあまり変わってないかもしれませんね。そうですか。リラックスというのは難しいな。笑おうとすると逆に力が入っちゃうみたいですね。じゃあ、無理に笑おうとしないで、心から楽しいとか、嬉しいって思った記憶を思い出してみるといいかもしれません。記憶を？はい。
私はその方法で笑えるようになったので。え？笑えるようにって？実は私も小さい頃はうまく笑えなかったんだ。はるかちゃんが？意外ですね。アイドルの方はそういったものは得意分野かと。もちろん今はすごく得意ですよ。でもあの頃は笑おうとしても全然笑えなくて。そんな時、あるアイドルのお姉さんがショッピングモールのイベントで私をステージに立たせてくれたんです。お姉さんと踊るのが楽しくて、それにお客さんが私を見て喜んでくれたのがすっごく嬉しくて、気づいたら笑顔になれてました。そうだったんだ。うん。それからはその時のことを思い出したら自然と笑えるようになったんだよ。だから青柳くんも自分が笑顔になれた時のことを思い出せば自然に笑えるかもって思って。笑顔になれた時のことですか？あ、そうだ。青柳くん、みんなでキャンプに行った時はどうかな？テントを立てたり野菜を切ったりしてる時の青柳くん、すごく楽しそうだったよ。そうだな。あの時はみんなと力を合わせて初めてのことをたくさん経験して自分の世界が広がっていくようでとても楽しかった。大切な思い出なんですね。ああ、それから初めて曲を完成させた時も心から笑顔になれていた気がする。確か相馬さんに教えてもらってトラックを作ったんだよね。あの曲好きだな。力強くて、でもそっと背中を押してくれるみたいな優しさもあって。仲間たちへの思いを込めて作った曲だからな。そう言ってもらえて嬉しい。あ、青柳くん、さっきより表情が柔らかくなってきてる。あんちゃんと東雲くんが進級した時も青柳くんすごく嬉しそうだったね。そうだったな。アキトたちが赤点を取って進級が危ぶまれた時は肝が冷えたが、二人の頑張りが報われて無事に進級テストに合格してくれた時は本当に嬉しかった。あ、青柳くんすごく自然に笑ってる。今ならピントを合わせて。テストといえば、まだ二人にテストの結果を聞いていなかったな。え？また赤点を取るようなことになっていなければいいが。あ、青柳くん、眉間にシワが寄っちゃってるよ。あ、すまない。つい考え込んでしまった。ううん、私もごめんね。テストの話はしない方が良かったね。でも、さっきの青柳くん、自然に笑えてましたよ。本当ですか？はい、すごくいい表情をしてました。アンから話は聞いてましたけど、みんな本当に仲がいいんですね。それだけじゃなくて、同じ方向を向いて走ってる感じがするっていうか、同じ方向を。はい、確かにそうですね。みんなで一つの夢に向かっていろんなことを一緒に経験して乗り越えてここまでやってきました。アキトも白石もあずさも俺にとってかけがえのない大切な仲間です。これならオッケーだよ、青柳くん。
今のでいいのか。特に何もしていなかったと思うが。自覚がないってことは、それだけ自然に笑えてたってことですね。うん、私が撮りたいなって思ってた青柳くんの笑顔を撮れたよ。二人のおかげで最高の一枚になったと思う。本当にありがとう。間に合った。あとは結果を待つだけだな。そうだね。でも今までで一番いい写真になってると思うし、どんな結果になっても大丈夫だよ。みんなお疲れ様。あ、エナさん。もう締め切りだけど、最後の写真間に合ったかしら。うん、今ちょうど投稿したところ。エナってば、コハネちゃんたちがなかなかアップしないから心配してたのよ。ちょっと心配っていうか、お互い出し切った状態で勝ちたいなって思ってただけだから。エナさん、気にかけてくれてありがとうございます。ちゃんと満足のいく写真が撮れました。でも、あずさわさんたちのおかげで、私たちもいい感じの写真が撮れたよ。え？私たちの？うん。そっちの写真がすっごく良かったから、もっといい写真を撮ろうって頑張れたし。まあ、そのために今回も無茶な姿勢で撮って、結構大変だったけど。もう、いい写真が撮れたんだからいいでしょ？あ、どんな写真が撮れたんですか？うん、これだよ。この写真もすごくいいですね。隣からエナさんに話しかけてもらってるみたいで、親しみやすさを感じるし、いたずらっぽい表情も可愛いな。ありがとう。シチュエーションとかも考えて絵作り頑張ってみたんだ。すごくいいですね。そういえば、アキトも振り子を撮るときは、ポーズの付け方や落書きにセンスがあったな。アキトと一緒にされるとムカつくけど。って、何？振り子？あいつそんなの撮ってたの？あ、すみません。今のは忘れていただいてもいいでしょうか。コハネちゃんたちは、どんな写真を撮ったの？私たちは、これです。あ、すっごくいい写真ね。青柳くんの表情、とっても素敵だわ。夕日の優しい光も綺麗だな。それに、なんだか心が温かくなる写真だね。トウヤくんがすっごく幸せそうに笑ってるから、こっちまで嬉しくなってきちゃうっていうか。ありがとうございます。これじゃコハネちゃんたちが勝っても何も言えないわね。だね。っていうか、この写真が10位以内に入らないのはおかしいでしょ。まあでも、私たちの写真だって負けてないと思うし、結果が楽しみだね。そうだ、せっかくここまで一緒に頑張ったんだし、結果もみんなで見ない？発表は夜だから、それまでどこかのお店に入って待つことになりそうだけど。いいわね。ちょうどそっちはどうやって撮影してたのか詳しく聞きたいと思ってたの。俺もぜひお聞きしたいです。そちらの写真は目を引きつけるために様々な工夫がされていて、とても興味深かったので。まあ大したことはしてないけど、こっちは
いい写真だな。投票も締め切られた。じゃあ、もうすぐ。サイトの更新入った。ということは、やっぱり、結果出てるわよ。入賞者は。あった！私たちのアカウントの名前、載ってるよ。本当か？やったね、小羽根。うん、二人とも本当にありがとう。あ、でもおめでとう、あずさわさん、桃也くんと桐谷さんも。私たちは12位だったわ。あと一歩だったんだけどね。残念ね。レナちゃん、撮影すごく頑張ってたから。でも結果には納得かな。あずさわさんたちの写真すごく良かったし。あ、すっごく悔しいけどね、エナさん。あの、エナさん、よかったら商品のコスメもらってくれませんか？え？エナさんたちが一緒に戦ってくれなかったら、私たちもここまでいい写真は撮れなかったと思います。だからお礼に受け取ってほしいなって。小津沢さん、でも本当にいいの？はい。それに私たちはチョコが目的だったので、コスメはエナさんが使ってくれたら嬉しいです。入賞できなかったのに商品をもらっちゃうのはちょっとかっこ悪いけど、あずさわさんの気持ちを受け取らないのはもっとかっこ悪いか。そうね。ありがとう、あずさわさん。大事に使わせてもらうね。はい。にしても盛りだくさんの一日だったわね。最初はカフェでゆっくりするつもりだったのに、まさかこんなことになるなんて。本当に桃也くんたちと戦うことになるなんて、昨日の自分に言っても絶対信じないだろうな。そうですね。ですが、貴重な経験になりましたし、とても楽しかったです。あ、そういえば、あの、みんなに見せたいものがあるんですけど、いいですか？あら、何かしら。この写真なんですけど。これって撮影が終わった後、みんなで話してた時の。撮ってくれてたのね。みんな笑顔でとっても素敵だわ。はい、私もそう思って気づいたら撮ってたんです。ねえ、あずさわさん、よかったらこの写真のデータもらってもいい？ちょっと苦労もしたけど、この写真見てたら、あずさわさんたちと戦ったのなんだかんだ楽しかったなって改めて思ったから。エナさん、私も楽しかったな。小羽根や青柳くんと写真を撮ったり、エナさんたちと戦ったり。小羽根、私ももらっていい？俺ももらいたい。レタッチしたら皆さんに送りますね。こんな風に大
切な瞬間を思い出したり、誰かと共有したりできて、やっぱり写真っていいな。ねえ、せっかくだし最後にみんなで撮らない？この写真、あずさわさん写ってないし。いいわね。じゃあみんな、エナが撮りやすいようにこっちに寄りましょう。小羽も、もっとこっち来て。うん。行くよ。3、2、1。あ、エナ、バレンタインパーティーのチョコちゃんと持ってきてくれた？当たり前でしょ。そのために集まったんだから。はい、これ。わあ、包装かわいい。っていうかこれ、ちょっとお高めのやつじゃん。まあね、私も気になってたし。瑞希はみんなでたくさん食べれる感じのにするって言ってたから、量より質で選ぼうと思って。さすがエナ、これはますますパーティーが楽しみだな。ところでエナ、なんかいつもと雰囲気違くない？あ、もしかしてメイク変えた？気づいた？今日は新しいアイシャドウ使ってるんだ。やっぱりめっちゃ可愛いじゃん。どこのやつ？コローレミーってブランド。まあこれはクロレショコラとコラボしてるやつなんだけど。え？それ予約が殺到してすぐ売り切れてなかった？そうそう、でもいろいろあって譲ってもらったんだ、あずさわさんにね。ん？あずさわさんって小羽ちゃんのことだよね。なんで？実は、参加してたの？ええ、しかも成り行きでハルカとバトルすることになってね。びっくりしたよね。アイリたちはエナさんを撮ってたんだけど、表情の作り方が本当にうまかったんだ。そうなんだ。いいな、みんなのお友達の写真私も見てみたいな。じゃあ見せてもいいか聞いてみましょうか。まあ、間違いなく OK でしょうけど。でも、本当に楽しかったわね。最後はみんなでご飯も食べて。うん、それに、嬉しかったな。これまでアイドルとして頑張った経験が、小羽の友達の役に立って。はるかちゃん、その気持ち、わかるわ。私もエナちゃんが満足できる写真を撮れたって喜んでくれてすごく嬉しかったもの。うふ、とってもいい一日になったんだね。うん。あ、それで今日は商品のチョコレートを持ってきたんだ。練習前にみんなでどうかな？僕たちまでいいの？ありがとうハルカちゃん。とっても楽しみね。やっぱうまいな、ここのチョコ。あめー、こんなに美味しいチョコ初めて食べたかも。コーヒーにもすっごく合うな。うー、目の前で美味しそうに
食べられると誘惑が。んなこと言ってないで食えばいいだろ。でも食べたらなくなっちゃうじゃん。私はあんちゃんも食べてくれたら嬉しいなって思うけど。うん、ちゃんと食べるよ、絶対食べる。でもやっぱりしばらく記念にとっておきたいんだ。チョコが可愛いってのもあるけど、小羽が私のためにこのチョコを頑張って取ってくれたのがすっごく嬉しいから。あんちゃん本当にありがとう、小羽。うん、でも入賞できたのは協力してくれたみんなのおかげだよ。青柳くん、手伝ってくれて本当にありがとう。フォトコンテストに参加したって聞いた時は驚いたが、俺からもありがとな。あ、あんちゃんたちが喜んでくれて本当によかった。青柳くんとはるかちゃんにたくさん助けられちゃったけど、フォトコンテスト挑戦してよかったな。それに これからも大切な瞬間をたくさん撮って写真に残していきたいな。ねえ、小金、小金が撮ったコーナーの写真見せてもらってもいい？あ、私も見たい。コンテストの話をもっと聞きたいな。うん、撮影の様子とかも撮ってるから見せながら話すね。じゃあまずは